はい、どうもこんばんは、グミちゃんです。前回の続きからですね、誘拐事件、ピエロが家に遊びに来たところですね。はい、じゃあちょっと家入れたいと思います。終わったんやけど。はーい、なんでしょう。あらー、かわいいねー。ニコニコじゃん。何ですか？お姉ちゃんは預かった。助けたければ風船を全部割ってみな。どうやって割んの？右クリック、左クリック、長押し。えい。あ、そういうことね。へえ。えい。えい。あ、むずっ。すごー、ピエロ、この一瞬でどうやって準備したん？あれ、今赤いのどこ行ったん？えい。えい。えい。あー！えい。かわいい。かわいいんですけど。どこ行った？あと。えい。えい。あれ。えい。あれ。えい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 。お姉ちゃん返して。あれ、まだあんの？上？あれ、ボールどこ行った？全部終わったよ。え、ボールどこ行った？あ、まだあるわ。何？待て待てい。おおおお。いや、無理やろ。無理やろ、これ。なんかこれ、どっかで見たことあるな、この景色。セブンか？なんか怪しい部屋ある。完全に風船が増えている気がします。いや、無理やろて、無理やろて。多すぎやろて。もうピエロはん、これ私無理ですわ。一緒に遊ぼう、いいから。お、無理やろて。まだまだ増えとるかな、これ。これは無理ですわ。多すぎやないか。もうこれでできんかったら何をされるの？私も誘拐ですか？あ！あ、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 
どういう感じ？どういう感じ？どういう感じ？どうしたい？まだやれってか。ちょ、長いて。ちょ、疲れたで。ちょ、ピエロハン、燃えて。こう、無理ですわ。あ、いたー、お姉ちゃん。どうしたらいいの？は？あ？あ？たま。どういう感じ？あ、タマ、どうしたん？わあ、サイコブレイク系ですか、これ。また世界が変わってしまった。さっきの世界線どこ行ったん？タマ？起きへん。ねえ。怖いって。完全に人入ってきたな。タマー、怖い。タマどうしたん？怖い怖い、なんか起きそう。あ、おいちゃん、いつの間に。あ、お姉ちゃん、あれパパ、え、パパですか、お姉ちゃん。うん、いや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 、わからんわからんわからん。知り合い、もしかして本当に知り合いだった？なんだなんだ、ここはどこ？縛られてないみたい。この部屋から出る方法はあるかな？あ、この家。ハンマー。お。お。お、出れた。簡単に出れてしまった。お姉ちゃんどこ行ったんだろう。これどこなん？あ、お姉ちゃん。お姉ちゃんの部屋に。お。いや、おじさん。どうすんの？どうすんの？わからんけど。え、怖っ！急に鬼ごっこ始まるやん。え、どうやって行くの？え、これ出ていけんの？え、分からん。お姉ちゃんの部屋どれ？お姉ちゃん！早く逃げよう。私はおじさんに誘拐してもらったの。え？蓮也も私が誘拐するように頼んだのよ。え？こうやってすればそのうちお母さんが気づいてくれるでしょ。
あ、なるほどね。そしたらお母さんだって私を見てくれるようになるに決まってる。やばいやばいやばい、この子だいぶ病んでるわ。え、ちょっと待って、どうすんのどうすんの。お姉ちゃん何を言ってるの。とりあえずおじさんに見つからないように出よう。嫌なんですけど、怖いんですけど、下の階行けないんですけど。おじさんに見つかったらどうなの。下の階降りる。降りるしかないよね。降りるしかないんだよね。うわーマジ無理マジ無理。うわー、これどういう状況。ゴミ袋、やばいって絶対。出られんやんこんなん絶対。おじさんおるし。出れるんじゃないんこれ。大丈夫、これ普通に出れたけど。鍵。おじさんなんか寝てたよね今。絶対あのおじさんの部屋にあるやん。もうマジで嫌なんやけど。もうピエロどこ行ったん。もうもはやピエロに会いたいわ。鍵どこにあん。てか血やばくない。鍵どこ。飛び越えたら出れるで。でもいやわー、めっちゃ嫌。精神的に来るな。ほんまにこんな感じなんやろうな、誘拐されるって。絶対無理なんやけど。おじさんは声寝てるわ。鍵どこにあんのやろな。入られへんもんな。こっから行くしかないわ。うわー、マジ拳銃欲しい。おじさんここやんな。うわ、きつい。怖すぎん、こんなん。家ん中血みどろなんやで。無理すぎて無理なんですけど。あ、これか。何？今日も叩いてしまった。いつまであの部屋に閉じ込めておこう。サラオも随分大きくなった。優しい子なのに手が出てしまう悪い母親。サラオごめんね。でもどうしても自分の気持ちを制御できない。だってどんどんあの人に顔が似ていく。いつかあの子ならきっと分かってくれるはず。いや分からん。虐待の話これ。トイレね。いやー、おじさん寝てる、寝てるのこれ。寝てるわ。出てとんのこれ。出てとんのこれ。鍵、鍵ゲッチュー。そんな簡単に。絶対なんかあるよね。セーブはできないんでしょうか。どこに行くんだい。買い物です。お姉ちゃんが心配するよ。なん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 、あんた一体。おとなしくしときなさい。あ、はい。おじさんは私の言うことを何でも聞いてくれるの。
お母さんが私のことを見るようになるまで、レンヤは余計なことしないで。いや、冷静やな、お姉ちゃん。なんかお姉ちゃんの様子がおかしい。どうしたらいいんだろう。お姉ちゃんに従う。一旦従ってみる。本当に従う。なんで2回聞いたやろ。あかんかったん。誘拐犯の家で暮らしている。面倒なことになるから学校に行くこともなくなった。はは、お姉ちゃんの計画がよくわからないが、このままでもいい気がする。レンヤ、カレー作ってるから手伝って。待って。そんな普通に？おい、おいちゃん、おいちゃん。ねえ、おいちゃん、もうお姉ちゃんおかしいって。おいちゃん助けて。何の絵？はい、早っ。ありがとう、上手に野菜切れてたね。あ、誰か来たみたい。はーい、玄関は一体どこでしょうか。また。お、警察。警察です。はい。警察に事情を話したが、子供の言うことだからとまともに取り合ってもらえず、おじさんは誘拐犯として警察に捕まってしまった。そして警察はお母さんに連絡をしている様子だった。ほう。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。え、お母さん。いえいえ、二人ともきっと怖い思いをしたと思いますので、気にかけてあげてください。お姉ちゃんの思い通りじゃない、これは。怪我などはなくてよかったです。二人とも帰るわよ。お母さん綺麗。どういう感じ、どういう感じこれ。まあね、お姉ちゃん、お母さんが来てくれたからね。え、おお、え、なんだ、なんであんたたちはそうやって私の邪魔ばっかりするのよ。鼻まだ詰まってる。警察に呼び出されるなんて初めてよ。ああ、恥かいた。やばいって、このお母さん。私だってじゃないんだから。どうでもいい、あんたたちのためになんで私がこんなことしなきゃいけないのよ。二度と私の手間を煩わせないで。かわいそう。やばい、お姉ちゃんがブチ切れてしまう。やばい、お姉ちゃん。あ、これじゃいかんのや。脱出前。何？あ、こっからか。行く。行く。ええ。助けを呼ぶみたいな感じ。どうやって。え、びっくりした。おいちゃん仲間じゃん。ちょっと待ってよ。とりあえずこれで、これですぐ一
旦隠れよう。上上がってくるんかな。足音とかないの。お姉ちゃんおるわ。電池？おっつ、電池？リモコン？なんかいけてる気がすんな。鍵？何の鍵？どこの鍵？なんかブワーさまよってたらなんかいけてる気がすんな。これどこの鍵や？これ関係ないよな。ここまで行けたん奇跡ちゃう？絶対あの1階の鍵やね。電池？電池がいるってか。いや、お姉ちゃんさまよってるしな。電池どこにあんのやろ。鍵もどこの鍵かわからんしな。待ってよ、せっかくめっちゃさまよってたのに。どっかな。結構グワーいって良さそうやな。あっこの部屋に絶対なんかあるはずや。ここね。ほらほらほら。え？何今の？屋根裏？なんかあったよな今。おっと。もうなんなん。バカにしやがってよ。もういや。これで。あ、これでおじさんが動き出すんか。消して、いや別に一緒か。
取って先にこっちに。ああなるほどね。これマジ嫌やわこの景色。よしよしよし。どうでしょうか。うまくいったんちゃいますか。え？いけた？次ピエロか。対ピエロなのか。チャリンコの運転とかできるんや。なんか謎にこういうのあんの嫌やな。おいちゃん追ってきたりせん。しかもチャリンコなんやな。お、なになになに、追ってきてるってこと。シフト。え、めっちゃ嫌、めっちゃ嫌、なんかめっちゃ嫌。え、追ってきてるこれ。車で？やばすぎやろ。え、追いつかれる追いつかれる。結構なスピードで乗ってるけど。誰の家に行く？ああ、なるほどね。まさひろくん、けいじくん。左行こう。ん？え？なになになに？なに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 ？なに？どういう感じ？これ絶対あの小姫、小姫ちゃん、やべえ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 って、気持ち悪い、キモすぎキモすぎ、気持ち悪い、鳥肌立つわ。小姫ちゃーん、ん、お、はい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 、話もよく言える。そこからどうこともなく、おじさんの話も上がることもなく、おじさんの姿を見ることもなかった。そして俺たちは児童養護施設というところで暮らすようになった。これ絶対グッドエンドやろ。トゥルーエンドや、完全に。ちょっと待って、でもさ、他のエンド気になるよな。おかえりなさい。学校どうだった？ん？あの時はいろいろあったね。うん。でもこの暮らし楽しいよね。レンヤはお母さんのこと怖がってたしね。どういう感じなんこれ。あ、お母さん、私がえ子たちを見ますので連れて帰ります。え、私はこの子たちの母親なので。え、さきこ、レンヤ、行くわよ。え、うわ、嫌な予感する。あんたたちどうしてこうなったわけ？どこにいたのよ。これも間違いなんですか？ねえ、さきこ、答えなさい。あ、え、このお母さん一体どうしたいん？おじさんの家、私が頼んで誘拐してもらったの。あ？なんてことしてくれてんのよ。そのおじさんなんなのよ。滑舌、滑舌気になる。お母さん、違うの。うるさい、さきこは黙ってなさい。だいぶ目減らやな、このヒステリックお母さんやな。私の子供を誘拐して私に迷惑をかけるなんて、いい度胸してるじゃない。他人の家庭事情に首突っ込むなっての。いや、あんたも散々2人で生きていけるってのに。
余計なことしやがってこのままじゃ気が収まらない。お、誘拐犯の家にこのまま行くわ。ちょっと待って、お母さんお母さん乗り込んでしまったわ。ちょっと皆さんどうしましょう。ねえちょっと、あんたが誘拐犯ね、こっち行きなさいよ。怖い怖い怖い、お母さんが一番怖い。私の子供をよくも誘拐しやがってえ、子供を何だと思ってるの。あんたがどうこうしていい子じゃないんだよ誘拐犯叱られてるんですけど。この子たちは私のものなの。母親である私だけがこの子たちを好きにしていいの子供は親の言うことだけただ聞いてればいいの。子供にとっての幸せはただそれだけ。あんたには分かんないでしょうがね。そうですね。ねえ聞いてんのお母さん落ち着いて。ねえああちょっと待って。待って、レイヤーが一番怖いねんけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。こういうさ、ゴミ袋とかって結構怖いよな。リアル。はい、じゃあちょっと続きからやりましょうか。なんかゴミ袋で今思い出したんやけどさ、この間お客さんからさめっちゃ怖い話聞いてさ、何やったかな、鶴橋と玉造りの中間ぐらいやったかなで起こった話らしくって、そのお客さんの家は確かその公園、家の近所に公園があって2、3分ぐらいのところで、でさーみたいな感じで、そのお客さんの話し方もすごい上手くって、なんかその 公園の掃除のおっちゃんみたいなのおるやんか、その人が掃除するときにっていう話なんやけど、ちょっと待って、やりながら話すの難しい。掃除するときになんか多目的トイレ的なのあるやんか、そこがあかんかったらしいんよ。それで声もせえへんし誰もおらへんし、えってなって
あれ、ちょっと待って、難しい。もう一周しないといけないこれ。で、そのまあ中開けたらしくって、どうにかな開けたところ、なんかね、そのゴミ袋があったらしくって、そう、そのゴミ袋の中から別にバラバラじゃないんやけど人が出てきたらしいのね。おお、びっくりした。見つかるんよこれでも。どうしたらいいんや。さっきどうやったっけ。で、まあそのゴミ袋からまあ人が出てきたわけで、そっからやねんけどさ、話は。まあ怖いの、まあその時点でも怖いんやけど、そのゴミ袋から別にバラバラじゃない死体っていうのが出てきて、そう、それでその報道で初めに女の人って報道されたね。ちゃうわ、男の人か、初め男の人かなんか言われて、ここか、こうやな。で、男の人で報道されたけど、その何分か後とかに女の人でしたみたいな報道でね。まあでもさ、その時期、まあ夏前ぐらいやって、まあ何日間か置いとかれとったらさ、そらさ、ぐちゃぐちゃにもなるやんか。わからんやん、男か女かなんて。まあそういう状況まで腐敗が進んでたっていうのも怖いんやけど、そのお客さん曰く、近所の駅にずっといてたそのホームレス的なおばあちゃんがいたらしいんやけど、その人が1ヶ月ぐらい前からいないっていうわけ、そのお客さん。え？って思って、それかもみたいな。さあ、まあ焦るやんか。ほんでまあしばらくそのおばちゃんがおらんねんけどさーみたいな話をされて、そのお客さんから。マッサージ中にな、エステレアで。だからそれ、その話がさ、昨日の話なんよって言われて、えってなってめっちゃ怖かった。まじその話聞いた時、そのお客さんの話し方もすっごい上手でさ、一旦ケイジ君の家行くか。お、友達の親はすぐに警察に連絡してくれた。お姉ちゃんが警察に事情を話していたが、子供言うことだろうと。あれ、これもしかしてあのエンドじゃないか。ご迷惑を。ああ、なるほどね。まあね、お母さんが来てくれたからね。二度と私の手間を煩わせないで。なんで
まあ一旦ここから行きますか、もう一回。健一郎やったっけ、刑事と、何だっけ、小太郎じゃなくて、もう一人の家行ってみるか。チャリンコやのに車で来るって、まあまあやばいよな。しかもバレんの早すぎやし。こんなん怖いやろうなー、マジで。今まで変質者みたいになったことある？みんなって、ちっちゃい時に結構あるんよな。下腹部見せてくる、下腹部ってか下半身見せてくるおじさんとか公園に現れたりな。一旦正弘くんの家行こう。あ、やっぱあれなんや。さっきのあのルートがいいんや。ご迷惑を。いえ、二人特に。二人。はあ、そういうことね。結局子供が一番怖いっていう話なんや、これは。じゃあ。まあね、お母さん。警察、ああ恥かいた。私だってどうでもいいや。二度と私の手間を煩わせないで。はい、ということですね。一番怖いのは蓮也くんということですね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。